消防団、はい、消防団はですね、あのチーム仕事をしてるんですけど、はい、仕事で責任者をしてるんです。で、まあ、責任者をやってる中で、もしそのお客様が途中で倒れちゃったりとかした時に、うん、なんか冷静に判断とか指示がしたいなと思ったので、うん、消防団の応急手当をできるよって書いてあったので、入ってます。 AED の使い方とか、人工呼吸とか、うん、僕も今スポーツクラブでバイトしてるんで、そういうのやらなきゃいけないんですよ。あ、そうなんですか。はい、もし何かあった時には、まあ、初期の応急手当てしなきゃなんで。あ、でも確かにそうですね。すごい。そう、明さんすごいね。インストラクター。あ、そうです。そう、すごいいい体してますからね。とか言ってね。だから本当にね、まさかね、そのバイトがね、あんな形で役立つとね、丸腰で役立つと本当思わなかったです。本当ですよね。本当。ね、あのそう中根さんもすごい、もうあのやっぱお父さんがアスリートなんで、はいはい、お父さんの血がね爆発してるんですよ、本当に。なんかあの本当に 2,3 年ぐらい前からちょっと自転車にハマり始めて、うん、結構ここら辺ぐらいまで東京から来てきたりもするんですけど東京から東京から全然新宿ぐらいから、浦安ぐらいからだったら何キロぐらいあるんですか、ここ。正味20キロ弱だな。まあ、1時間ぐらいですね。おかしいですよね。時間じゃなくて、まあ、はい、シャカシャカと何の訓練なんだって。何の訓練なんですか。ただただ、36にして遺伝子が爆発したって。今までスポーツでね。あ、そうかね、野球嫌いしてましたもんね。そうですね、一応うちの親父、結構有名な選手だったんですよ、はい、あのドラフト1位で近鉄に入って16年ぐらい、これすごいですね、甲子園も優勝したんですよ、甲子園も。そうです、ドカベンの、山田太郎と同じ学校 の、うん、あの先輩として中根って言われるんですけど、うちの親父がモデルだったりとか、はい、健康な有名な選手だったんですけど、はい、まあまあまあ、そうですね、血を引きながら、じゃあもう中根ジュニアが、今唯一超えてるところが、僕が芸歴19年目になったんで、親父より長く続けてるだけが、はい、親父を超えたところですね。結果としては続けることが、ね、続けることがね、消防団の人ですよね、もうやっぱりこう長く続けるよね、本当に、ね、消防団の訓練はどんな訓練があるんですか。あ、訓練はどんな訓練、そうですね、お茶飲んでんじゃねえだろ、お茶は。女子で集まって、貸し食いだから。めちゃめちゃめちゃ。そうですね。ですね、訓練は、先月やった訓練は、はい、実際に幼稚園のところに行って、防火の啓蒙活動をするということで、煙体験 の、 あのハウスを作ったりとか、消火器の使い方を訓練しましたね。敬礼のやり方であったりとか、そういうこともやってます。そうなんですか。敬礼とかってやっぱ仕事とかに向かせそうですね。ちょっと本当の敬礼一回見せてもらってもいいですか。あ、やりますか。ちょっと手が短いんですけど。そうですね、まだね、ちょっとすごかったです。手ちょっと長いから。足もいました。なんかゆるキャラみたいなぐらいのサイズ感。それもダメ、そうなんです。落ちてきますね。笑うって失礼だろ、あんた。いや、でも、いや、やっぱ今、ここ指先がね、今、取れてますかね。大丈夫です。ありがとうございます。すごい、そうですね。一応ね、多分ラジオ用にシュッって言ってください。シュッって言ってください。私が言ってました。言ってました。ご本人で。ああ、いや、もうラジオ慣れされてますね。されてますよ、仕事慣れてますよ、これ。素晴らしいです。まあでもですね、そのそういった形で訓練もされながら、ね、お仕事と消防団と両立されてて、すごくね、やっぱ大変なんじゃないかと思うんですけど、うんうん、まあ、それでもやっぱ続けてるっていうのは、やっぱそれだけどういった思いがあるかとか、そうですね、はい、まあ、すごいやりがいがあるんですよ、消防団。いろんな活動に参加することができるので、はい、楽しいです。で、例えば、市民のイベントに参加することができる、はい、ということなので、すごい話。ちょっともう、しゃべりなりしすぎてんなの。いや、いいことでしょ。いいことでしょ。そんなこと言ってるかなと思って。入り方もなんか芸人みたいな。ここの間をシュッて入る感じの。さすがですね、芸人活動。感動ですね、これ。芸人さんに入られてすごいですね。すごい。すいません、例えばね、ごめんなさい、話が来ちゃってね。市民のイベントに参加することで、そこで AD の披露をした。